思うけど、デブってこうやって座ってくるとさ、腹のベルトがはち切れそうになってさ、量食えないよね、ここ緩めないと。女の人で分かるって言ってんのはさ、デブだからじゃなくてさ、靴脱いだ後足が臭えからだろ。ブーツとかでさ、足が匂ってで、ね。テーブル選ぶ理由は足が臭えからでしょ。足出したくないんでしょ。ねえ、意味違うでしょ。デブだからじゃないでしょ。足臭えんだよ。うん。あー！お茶！いや、俺の中で足臭えやつはね、野田草履とポンスキがマジで足臭え。俺よりマジで足臭え。本当に考えられないぐらい足臭え。なんか待ち合わせ場所とかで、なんか遠くから来ててもわかるぐらいだよ。あ、匂いでクンクンみたいな、あいつ来たっていう。そう、それぐらい臭えもん。足の指の隙間とかに虫死んでんのかなって思うぐらい足臭えよ。ポンスケ臭すぎて焼肉屋の店員にキレられてた。いや、本当に。うん。めちゃくちゃ臭えよ、あいつ足。しかもめちゃくちゃ臭えし、臭えって言うとちょっと傷つくんだよ。うん。なんかあいつメンタル強そうかなと思うけど、足臭えって言われるのちょっとあいつ傷つくんだよ。なんかさっきはね、めちゃめちゃ元気よく、マジっすかとか言って、めっちゃテンション高くて、ぶっちゃーとか言いながら喋ってたのに、おめえ足癖になったろ。え、なんでこのタイミングで言うんすかとか言って、急にトーン落とすぐらい、あいつ足癖って言われるとちょっと傷つくんだよ。うん。でも俺も足癖からな。でも足が癖んじゃなくて、靴下が癖んだよな。どっちかっていうと。なんか足自体本当に癖いやつってそんなにいなくて、みんななんかその、靴下が臭いのよ。そう。で、靴下から靴に匂いが移っちゃって、足が臭いんだよ。そう。元はといえば確かに足なんだけど、例えば靴下をなんか履き潰したりとか、洗ってない靴下で靴履いて靴に匂いが移ってんだよね。それ臭いんじゃねえかって。だから臭いよ。結果的には臭いんだけど、なんか足っていうよりももう全般に広がってんだよ。だから足臭いやつってさ、夏はさ、裸足でさ、黒靴履けばいいんだよ。靴履くから臭いんだよ。ほんで、足臭いくせに、なんかさ、足首ぐらいまであるジョーダンとか履くやついるじゃん。お前、バカじゃねえのと思って。なんで、普通足臭い、なあ間違えた。ねえ、普通さ、足臭いってこと分かってたらさ、サンダルとかにするわけじゃん。なのに、そうやって足臭いやつとかが、ナイキのジョーダンとか履くんだよね。許せないよ。でもさ、一番辛いの、パチンコ打ってて、横に脇が来るやつ。うん。マジきちい、ほんとね。本人分かってないんだろうけど、パチとか打ってて、横の席にくせえやつ来るとき。マジきちい、ほんとに。うん。言わないよ。打っててさ、だってさ、言えるよ、このやつに。肩トントンつって、はいって言ったら、くせえんだよって言える？言えないよ、そんなの。ねえ。だってさ、臭いだってさ、臭いって言われて、そいつさ、例えばさ、ボーナス中とかだったらどうすんの？毒と思う？お前さ、くせえんだよって言われてさ、台どきます？普通。どかなくない？お前我慢しろよって言われるやん。うん。どかないでしょ、絶対。自分じゃ気づかないもんか。体臭とかって自分で気づかないもんな。だってさ、今さ、この部屋にいてさ、わかんないもん。油の匂いとか肉の匂い。でも外出て3分ぐらいして部屋に戻ったらめっちゃ臭えと思うよ、多分。感じると思う。だって、やっぱりいるとわかんないもん。もわっとしてて、あれだけど、なんかそんなに臭く感じないもんね。例えばさ、トイレでさ、うんこするじゃん。ね？自分でさ、うんこの匂い臭いと思う？ブリってうんこしてさ、臭いじゃん。その10倍は、後から入った人、もっと臭いと思ってるからね。だって、お前自身が、自分で腹から出したうんこを臭いと思ってんだから、他人からすればもっと臭いんだよ。お前の匂いを嗅いで。自分の臭じゃない他人の臭を嗅いで。もっと臭いからね。うん。やっぱりね、慣れってのがあるんだよ、自分の匂いは。そう。慣れってのがね。許せるじゃん、自分の匂いは。だから脇がとかでも多分気づかないんじゃないかな。いや、緑は脇がじゃないな。あいつは加齢臭だね。どっちかっていうと、汗かいたりとか、外が雨で、なんか、生乾きとか、なんか濡れた状態でスタジオ入ってきて、こいつちょっと臭えなって思う時はあるけど、加齢臭だね。なんか、脇がじゃないね。その、おっさん独特のなんか、生臭さみたいなやつだよね。うん。思い出してしまった。ごめんね。あることを思い出してしまったと思って。何かっていうとさ、先日さ、旅部出たじゃん。旅部出たでしょ？ごめん、ちょっとへっこいちゃった。旅部出てさ、関慎吾っていう、ハルヒっていう配信者の家に行ったの、ファンの人のね。そう。で、家行ってさ、関慎吾とお母さんがさ、一緒に暮らしてるんだけど、お母さんもだんだん足腰悪くなってきて、万年床で寝てんだわ。で、万年床で寝てて、お母さんの、なんか枕のね、枕カバーなんだけど、多分やっぱり、お年寄りで油も出るんだろうね。枕カバーが、なんか焼き芋とか包む、なんか新聞紙みたいなのを、なんか何重にもお母さんが巻いてて、ぐる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 って、なんか細い、硬い枕の周りを、なんか、私、新聞紙でぐるぐる巻きにしてたの。で、ぐわーってぐるぐる巻きにしてて、ちょうど頭とこう、接触する真ん中の部分だけ、湖みたいに、じわーっとこう、油じみてたんですよ。で、それを見つけて、緑と一緒に、喋ってて、俺が緑に、お前、これ匂い嗅げよって、カメラの回ってないところだよ。カメラの回ってないところで、見つけてさ、配信終わってから見つけたもんだから、お前これ、かけよって言ったら、緑が、できるわけねえだろとか言って、じゃあお前が逆にかけよとか言うから、いや、俺も無理だよって。でもお前、そういうのをやってきた人は仕事でって言って、かけよって言ったら、そんな仕事してねえよとか言って、配信外でやり取りするっていう。そう。だから、大木もスングも見てないところで、俺らがちょっと二人先に外出ようとしたから、見つけてさ、お前、これ、嗅いでみろよ、とかって、配信会でやってたっていう、それちょっと思い出したんだよね。マジで、クズみたいなこと言ってたなと思ってさ、まあ、お母さんに失礼だろっていう。うん。よせいさんはいなかったんだよ、お母さんはいらっしゃらなくて。外出中でさ、うん。指差しながら。これかけようとか言って、かけるわけないだろとか言ってさ、お前がやれやとか言われて、いや、俺も無理だからお前に言ってんだよとか言いながら、枕の前に立って、指さして、かけかけって言って、配信会でやってんのが、もうめっちゃなんかもう思い出しちゃってさ、今さ、うん。配信中にやるよって話だよね。うん。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。